いくよ。あの日忘れた夢、色も黄色を歌った涙色もありたいに言えないね。だからとっておきの魔法をかけよう。キャラメルキャンディーチョコレート、おしゃれで可愛いティータイム。なんか疲れちゃいそうだし、あげあげでいこうよ。あげあげ、コツは楽しんで楽しむ、面白い。なんでもありです、当然でしょっていうか振りかぶるくらいがストライク。あ、無敵になれちゃうね。チンポンシャンで刻むよね、忘れないで君の BPM。 甘い匂いに釣られたなら、それじゃあみんな宴の幕開けて。おい、こら、ポポポポピカンディフィーバー、弾けちゃえフィーバー、パリパリ飲んでスシャルウィーデス。なんなんちょってフィーバー、ウサギ持つのもさ、わしわし踊り明かそう。ポポポピカンディアフネイケティオドリーマーチキチキ飲んでスシャルウィーデス。なんてたってフィーバー、テンションをマックスで、もっともっと溶けちゃうくらい。寂しくなるね。それじゃあケーキもう一つ、どんなんだか笑えてきたね。 OK! ディンドンダンが響くよね、耳澄ませば君の BGM。 お腹の合図が聞こえたら、それじゃあみんな宴の再会で。いただきます。はぁ、パパパポピンキャンディフィーバー、シュワシュワフィーバー、パッチパチなんです、シャルウィーデス。なんのちょっとフィーバー、夢見がち、君もワシワシ踊り明かそう。お菓子はグミとクッキーです。グミとクッキーどっちが好きなんて聞かれたら、ちょっと5億人ぐらいは悩んじゃう問題なんですけれども、金袖グミの方が好きです。私硬いグミがめっちゃ好きなんですけど、たまにこれ歯折れるってぐらい、あの硬いグミありません。あれで一回めっちゃ行くぞ。ポピキャンディフィーバー、弾けちゃえフィーバー、パリパリなんです、シャルウィーデス。なんなんちょっとフィーバー、恥ずかしがりよ。